どうしよう。動画久しぶりすぎて、何喋ったらいいかわかんないよ。まあまあ落ち着け。落ち着いて冷蔵庫の牛乳を全部飲んだら落ち着けるから。わあ、久しぶりすぎてマリサがテンパってるー。はい、視聴者の皆さん、お久しぶりです。動画を見ていただきありがとうございます。桜です。マリサだぜ。今回はタイトルにもある通り、このチャンネルの生存報告の動画となります。前回の動画の投稿から、半年以上の月日が流れました。Twitter の方ではちょっとずつ生存報告していたのですが、YouTube は完全に失踪状態。いつも見てくださっていた視聴者の皆様には、ご心配をおかけしていたことと思います。まあ、超久しぶりの動画投稿なわけだが、何かあったのか？はい。失踪した理由についてですね。リアルが今までにないほど忙しかったり、急にパソコンが壊れて修理に出したりしていました。でも、それ以上に、今後このチャンネルでどのように活動したいのかがわからなくなってしまい、ずーっと悩んでいた時間が一番長かったです。スランプか。正直なところ、今もまだ悩み続けています。悩むから行動できなくて、行動できないからまた悩んじゃう。そういう負の連鎖にはまってしまうことが、今でもあります。あれ、なんでフェードアウトしたの？桜？それでも、私は、負けたくない。なかなか行動できなくて、ついつい考えすぎちゃうけど、そんな自分に、私は、負けたくないぞー。ということです。いや、どういうことだよ。はい。というわけで、不安で考え込んでしまうこともあるのですが、今は、そんな自分に負けたくない、思い切って行動してみたい、という思いもあります。徐々に、動画投稿を再開していきたいと思っています。まあ、今は4月。新生活が始まる時期でもあるから、心機一転したいってことか。はい、その思いもあります。黄昏の森の実況が続いていますが、新シリーズの実況もしていきたいですね。ほんわか日常的な、っていうのはイメージですが、そういった実況を目指していきたいです。だが、無理はしすぎない。そのことを忘れるなよ。うん、ありがとうマリサ。じゃあ、久しぶりの締めの挨拶とするか。今回も動画の感想など、コメントしてくれると嬉しいぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。